さあ、今回も行ってみましょう蓮舫さんなんですけども私のこれ前の動画に蓮舫さんをまとめてぐっと凝縮できないかというねそういうコメントがねちょこちょこと入ってたもんですからもう一回ねこれまとめさせていただきます選挙後ですよ「噛みつきれ伝、ホップステップ肉離れ」ということで一挙大公開で今ここね「朝日新聞」不買運動までやってまいりました。 ではね蓮舫さんのこのポストねずーっと引用させてもらいますけれども、はい蓮舫さん、まずこれ7月8日なんですが、選挙の翌日、これは良かったですよね、一番下、もう一度お礼をありがとうございましたと、で上からもずーっと来まして、ここはなんら問題なくて、このまま終わって、ですね次の選挙までこう力を蓄えて、好感度を戻すという作業をやれば良かったんですけれども、あーまずはねここからでしたね、このそのまま東の県なんですけれども、ラサール C さんのねこれを受けまして言っております。ここのの方これ東さんんでですよ私の友人ではありません 知ってはいますがと、えー、そしてスーパージョッキーでたけしさんの側にいた方でこの方っていうのはだめですね知事になられた時挨拶に行ったことありますがご飯も行ったことがなくもちろん連絡先も知りませんとうーんこれでねうーんとなっちゃいましたよねまあ東さんの方もこれ批判がありましたけどもちょっとこれね雰囲気悪かったでしょ、えー、そしてはい、えー、こういう形でねジャープも打ってるんですねこの勝部元気さんなんですけども野党支持なんだけども蓮舫氏は嫌いという高齢男性とね話す機会があった柔らかさと苦労話がないんだよな蓮舫はってこと と言われたとで男性議員が柔らかい物語した頼りないになるんでしょうね男性議員の強い口調が頼もしいになるように果てですとはい皆さん覚えていてください蓮舫さんこのね果てを使うんですけどもこれはものすごく印象悪いですえそして先ほどの東さんなんですけども2日遅れてニュースになってまいりました生理的に嫌いな人が多い発言に猛反発まあでもねこれはね蓮舫さんの肩を持つとまあまあ蓮舫さんもちょっとね プチッとくるのは分かりますよ生理的にね、お前のことは嫌いっているやつが多いんだって言われたら、誰だって頭にきますから、まあそこまでは分かるんですよ。ただ、蓮舫さん、ちょっと抑えましょう。そして、これ出ましたね。例の R シール問題なんですけども、私はこれ、痛烈に批判をさせていただきました。蓮舫事務所として、柔らかい、こういうお詫びのような内容を出したんですよ。 で結局ね、我々連邦陣営として、あのシールの比較とか作成とか配布ね、えー、そんなね、晴れとかそんなことは言っておりませんと。いや、僕もそう思います。ね、えー、ところが、こういうことをやった人がいるんであれば、候補者への支援の思いからだったと思ったとしても、すぐに現状回復をされるようにお願い申し上げますと。でところがね、これ、連邦事務所でしょ。 蓮舫さん言ってないんですよ。でなおかつ悪いことに蓮舫さんこれをリポストしてるんです。だから頼むよと言いながら私は直接こんなねなんか謝罪するようなことはやりたくないというのが見えめえになってしまったもんですからこれは非常に感じが悪かったです。で女子供発言があったでしょ。はい、発言と言いましても蓮舫さんこれ全然関係ありません。石丸さんがこれはテレビのこれは中継かなんかで女子供って言葉を使っちゃったんですよ。それでで何とということで大反発 大炎上したんですが、蓮舫さん、ここにも首を突っ込みました。女、子供かと、20年前の国会で当たり前のね、景色だったことを思い出しました。ということで、ここまでは良かったんですけども、早速、ほじくり返されまして、あなた、何やってんですかということで、これは国民民主の玉木さんに言っちゃいましたよね。男だろう、玉木くん、泣くなと、泣くな男だろうと、これやっちゃってるんですよ。だからね、ここでバーンとね、ブーメランを一発ぶん投げたということでございます。そして、デーブ・スペクターのヒステリーチャンネルと、うん、 うーんまあこれもねプチッとくる気持ちは分かりますよだけど蓮舫さんこの時非常にいい解消してますそれはどういう意味かしらデープさん私の戦いや私の姿勢を個人で笑うのはどうぞご自由にもう数十年お会いしてませんが私を支え私に投票してくださった方を否定しないでいただけると嬉しいわとこれでいいんですよ こういうねスマートないなし方を蓮舫さんしていればお蓮舫さすが百戦錬磨ああねえー、これはもう,もう56もなってるわけですからその辺は年の功もあるなと言われるわけでしょところがね他のの注意とといいますかね X はキーとなっちゃうんですよね。でこんなこともありました。 これ実はね結構気づいてる人少ないと思うんですけどもああこんなことを書かれていたんですね白いスーツの政治的意味合いに少し視野を広,、えー、野を広げてくださるといいなホストにもバースデーイベントにも失礼だしねとじゃあ何にね食いついたかと言いますとこの C さんって方がこれポストしたものに食いついたんですよはいこの新聞の記事大きくしましょうこれね朝日新聞なんですけども朝日新聞のねこれ読者聞こうかなんかコラムかなあなんか聞こ文ですねえー、そしてこの鈴木さんという作 さんがこれ朝日新聞にあげたんですけども下の赤枠なんですがこう書いてあります現場で朝み朝水たら流して働く多くの男女が白2スーツを選ばないのはすぐに汚れてコスパが悪いから水商売の世界でも白いスーツは使い捨てできるほど儲かっているナンバーワンホストらが バースデーイベントなどに向けて慎重 <laughs> イベントを終わりには泥ド泥ロドロになっている代物でしかないとそれを日々まとえる蓮舫氏は清潔感やきちんとした印象を得ると同時に泥臭い生活を送る者たちとの精神的つながりを失った気もするということでこれは書かれちゃったもんですからプチーンと来たわけなんですけどもただねこれもやっぱり当たっているところあるでしょだって災害の現場に行くときに、ね、この作業服を着てった防災服を着てったんだけども襟を立ててしまうとあとは 国会でねファッションショーみたいな撮影をやってしまうと。でまあこれは蓮舫さん芸能界出身だから分かりますよ。ものすごく服装とかねこういう小物に気を使ってるでしょ。だけどどう考えても蓮舫さんはものすごい収入を得てるわけですよ。でクラリオンガールもやりました。花々しいね。そして芸能界出身なんです。だから普通の人たちの生活とは全く違うわけでしょ。でそういう人がね年収300万とか非正規雇用の人たちのことに、ね、キー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 言ったとしてもこれはねやっぱり何 ななんかねなんだかなって感じがしちゃうのは当然だと思いませんか いいやいや別にねでもそれ悪いとは一概には言えませんよとなるとね例えば非正規でじゃあ年収が200万切ってる人がいるとしましょう大変ですよでその人たちを擁護する時には自分も年収200万にならなくっちゃ言えないのかってことになっちゃうでしょそれはそれでおかしいでしょそれはおかしいですよだからそれがね全部ダメなんてことは言わないんですけどもただですねどう考えても蓮舫さんの生活レベルから考えるとなかなかね年収ね200万の人をねうーんと言ってもダメだった気がしますで あそうそう、一部なんですけども、共産党に行ってしまえばいいだろうと、もう立憲民主党は受け入れないぞと、そういう意見があります、でただですね、これ、私ね、蓮舫さん、絶対受けないと思いますね、なぜかと言いますと、共産党というのは、立憲民主と比べると、さらにドロドロしたところがいっぱいあるんです。 例えば支持者もそうでしょ。まあ、あんまりこの YouTube で言うとちょっとね問題になっちゃうんですけども、まあ、実際支持者とかその層を考えますと、まあ、ある意味ですよ、ある意味言葉なんですけども、立憲民主よりもさらにね下の方を探っていくというね、ねそういう、ね、えという層も拾っていくのがこれ共産党になるんですよ。となると蓮舫さん、共産党に行ってしまいますと、そういう、ね、ラインといいますかね、ねそういうレベルのところにも接点を持たなくちゃいけなくなっちゃうんです。私ね、ね蓮舫さんとしてはこれは無理だと思います。立憲民主だから ままだできててるんじゃないかって私気しますけどもねさあそしてこんなねジャブをね出しましたね7月14日「古本屋さんのこの知的な投稿を学ばせてくださいと」とあーこれね何も起こってません何に対して共感を示したかと言いますとこの古本屋100年さんがねはいこの「白の服飾誌」っていう本なんですが本文読みますよ。白は 手入れが大変なことからそれは同時にこうした女性たちには社会的地位がありそれゆえ世間から尊重されるに値するということを示していたという文章を書いたんですでそれを見て「白い服を私が着るこれをね分かってくれた」ということで絶賛してこれは同意賛同してるんですけども蓮舫さん なんかね大きな勘違いしてますよ。ガブガブこう食いついてるんですけどもこれね食いついちゃダメです食いつき方おかしいです。見てくださいこれは白は手入れが大変なことからそれは同時にこうした女性たちには社会的地位がありですよ。それいえ世間から尊重されるに値するということを示していたとつまりねこれその当時昔ですよ。ねこういう白いい白ドレスをミニマ 取ってるということ自体が上流階級の証だと。で、その上流階級のポジションにいるということを白い服で示してだからいわゆる一般庶民下々のものからあああの人はあ尊敬しなくちゃいけないんだという印になっていた目印になってたということを言ってるんですけどもそれを蓮舫さんこれ賛同してどうするんですかつまり私,は白い服、ね、私が白いい服を着てるのは 高い位置にいると、だから国民の皆よ、私を尊敬しろと、尊重に値するということを示していたんだってこと、それを肯定していることになっちゃうでしょ。こんなこと言っちゃだめですよ、蓮舫さん、完全にこの文章を勘違いしておりますね。えそして、一般の方にもちょっとね、がぶっと言ってますが、飯山さんも蓮舫さんも、今まで散々人を叩いてきたから、自分に帰ってきたと、これ、自然の法則、はいね。内容はね、柔らかいんですけども、かなりカチッときてるのが分かるかと思いますと、そして、これはもうね、最近でございますね。 連合の吉野会長にガブッと行きましたもう内容はいいですよね。とにかくガブ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 言ってしまったんですけどもこれで一番困ってるのは立憲民主党の幹部ですよ。だってね今度選挙を戦うにあたりまして連合には協力を求めるわけでしょ。で今はね蓮舫さんは立憲民主から離れましたよ。離れたとはいえ元立憲民主の蓮舫さんが連合の吉野さんのこの顔を潰すようなことを言ったと。となると。 応援しづらくなるでしょで連合の会員にもねあんな連邦があんなこと言われてんなも入れる気するから立憲民衆って 当然、そういう声が出てきますよ。当たり前じゃないですか。だからたまらないっていうんです。だからね、こういうこともあるので、えー、この立憲民主への復帰の道というのは、これだけでも私はね、かなり難しいと思ってます。ただ、泉さんが代表を続けるんであればありでしょう。だって泉さん、そういうこと、全然無頓着っていうか、平気でしょだって、共産党と我々はね、協力なんかしてませんって言っちゃうんですけども、誰から見たって協力してるのに、気がついてないというね、ふりをしてるんですよ、あの人はね。はい おかしいとしか言いようがないとだからこんな形でね、蓮舫さんこのガブって、ね、食いついちゃダメですあのねこ,もうこのぐらい余裕を持ってください 見てくださいよ。この阿部、あの、安倍昭恵さんね、素晴らしい写真でしょ、これね。安倍政治を許さないという阿部がのね、この連中二人を真ん中にして、阿部さんにっこり笑顔で記念撮影と。で、確かこの時安倍さんがね、これなんか書いてたんですけども、今日はこのような方々にお会いしましたと。もうね、心の広さと幅の広さ、人間の深さをこれは象徴してるわけでしょ。だから、これね、あの蓮舫さんも同じことやればいいんですよね。このカ継ツギガメって書かれたものと一緒にって、 て今日はねこんな変わった方とお会いしましたいろんな方がいて面白いですねなんてやったら蓮舫さんすっごいこれ幅の広さと人間性を示せるでしょ そしてさらに話はどん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 んねホップ、ステップ、ジャンプ肉離れっていくんですけどもはい蓮舫、私はね黙らないよということでこの例のバッシングの話なんですけどもこれねまあ蓮舫さんも,もねあのー、内心困ってると思うんですけどもなんかスタンディングみたいな形で、えー、蓮舫さんのバッシングが女性でしたていうのは行りだしたでしょ今でもやってると思いますよ、皆さんねこれは的外れもいいところこんな私説明するまでもありませんね蓮舫さんは女性だからこれ、非難されているんじゃありません。 なた自身が非難されれてててるんんでですすもう完全ににおかしし世界に行っっちゃってるんですよそれ、ね、理解してくださいだからね、私、本当に蓮舫さん、これをね、どう思ってるのか聞きたいですよね。その女性別じはさすがに違うよと、だけど、私が言ってしまうと、あの人たちの顔潰しちし、どうしたらいいのと、無視をするしかない、というふうにすればいいんですけども、私はね、黙らないよって続けちゃってるもんですから、ますます勢いづかせる結果になってるわけです。えそして、これね、TBS のアッコにお任せ、これにも食いつきました、ね でも TBS。 いいですか立憲民主の大応援なんですよ。サンデーモーニングと報道特集というね、極散番組を抱える、いやこれはで、ね、TBS。ここの TBS の番組に食いついてしまいました。そしてさらにこれでございます。これ究極なんですけども、これ一般の方ですよ。あんたが散々人にやってきたことだよと、自分がやられて人の気持ちが分かったかということで、えー、こんな形のことをね、ポストに食いついております。ところはね、食いつき方がいいですよ。はってと、やってますよね。いや、あの、世の中にね、政治家は いっぱいいますけどもこのひらがな二文字でろ、ね、自分の好感度をどん底まで叩き落とせる人こういう人はそうそういないと思います皆さんどうですか今から、ね、じゃあ就職面接したとしましょうねで面接官がいますでその面接官がやおらあなたいいですか皆さんにですよよしじゃあちょっと私から君に聞きたいとひらがな2文字を使ってこの場の空気を凍らせろ自分の価値をどん底まで落としめろって言われたらどうですかはてなんて言えないでしょだってひらがな2文字ですよ もしこの場で「はて」って言ったら「採用」ですよ。お前は頭の回転が速いとよし採用だ頑張れっていうふうになります。ならねえかと。はい、でもねすごいでしょ。はて これね、漢字悪いですよ。どうですか漢字って、あ、ひらがな2つなんですけども、ひらがなで、はて、クエスチョンマーク。これだけでね、周りをね、本当にもう不快な気持ちにね、数百万人を指してしまうってことになるんです。あ、私ね、蓮舫さん、避難してるんじゃないんですよ。やめた方がいいということを私は蓮舫はね、ずっと言ってるわけなんです。で、さらに芸能界に飛び火しましたよね。これも直近です。上沼恵美子さんはまずかった。なぜかと言いますと、上沼さんは、これは、 ししいと思ってるでしょうねなぜかというと、ネタに使えるじゃないですか。なんか番組があったときに、うわー、びっくりしたー、噛みつきメかと思っちゃったー、噛みつきメって言うと、うん、ね、誰とは言いませんけどもね、私も噛みつかれたんですよ、誰とは言いませんけどもね、なんていうね、形でね、絶対にネタにされますよ。これ、上沼さんの勝ちでございます。さあ、そしてね、これ、はい、一般の方、あ、一般の勝ちじゃないな、三崎由美子さんで結構 X で有名なね、これ選挙に出るような、まあ、左派の人なんですよ。ところが左派の人にも、ちょっとな、なんて言われる。 ちゃっててスーンなんてこの「スン」ってよく分かんないんですけどちょっとがっくりしてるんでしょう そしてどん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 来てますけどもこれが今野さんの例の終わらせませんとね今野さんが謝って朝日が謝るってこと自体がおかしいんですけどもこういう形で謝罪もしているのに私は終わらせる気はないとそして弁護士と相談しているところだとでまず朝日新聞への後期並びに質問状を出したいと考えていますまあさすがにね訴えるなんてバカなことはしないでしょうしこんなもん訴えようがない内容なんですようーん困っちゃったんですけどもでもこれによって朝日新聞の不買運動というですね朝日新聞踏んだり蹴ったりでございます います。え今ね現実にこう部数がバーっといって星から攻撃されているところがねお仲間の極左の人たちからも朝日新聞不買運動になってかけられたらたまったもんじゃないですよねはいこれが今ここという段階でございますどうでしょうか皆さんねだーっとね選挙後からこの蓮舫さんの話をずっとこう持ってきたんですけども私ねあのこれ大真面目に言ってますけども蓮舫さんね攻撃というよりは蓮舫さんちょっと一回ね目覚ましてくれという意味合いで今回作っております蓮舫さんぜひですねちょっとあの自分の悪いところで 完成していただいて、さっきのようにね、いなすポストをやってくださいよ。これね、いなすようになれば、私、蓮舫さんね、またまあ、ある程度これ復活すると思いますよ。そうしないと次の目もないと思います。今からね、どうやって好感度を上げるかっていうことを戦略をねってね、えぜひね、もうちょっと戻してくださいよ。えー、そうしないとね、だってまあ、選挙も面白くないですよ。蓮舫さんね、ぜひ頑張ってほしいと思います。はい、今日の動画良かったと思う方、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。そして、 ラジオ日本人の怒りチャンネル2もね、好評でございまして、毎深夜0時更新ということでやっております。はい、フリップとかね、そういうの一切使いませんので、家事をやりながらでも、この画面見ること必要ないですか見る必要ないですからね、耳だけ傾けていただければ、10分ちょっとでいろんな情報を入手できるチャンネルでございます。それでは。